新型コロナについて県内では今日新たに567人の陽性が確認されました。県は今日新たに1,984件の検査があり、過去2番目に多い567人の陽性が確認されたと発表しました。このうち31人が検査をせずに医師が陽性と診断したみなし陽性となっています。 これまでの陽性者との関連がない新規の陽性者は188人でした。また今日は新たに3件のクラスターが確認されました。佐賀市の小学校で児童を合わせて5人、唐津市の小学校で児童とその家族19人、竹尾市の子ども園で職員と園児など合わせて19人の陽性が確認されました。 市町別では、佐賀市で百七十四人、唐津市で七十七人、鳥栖市で四十九人。嬉野市と神崎市で三十五人、武雄市で三十二人などとなっています。年代別では、十歳未満が九十九人、十代が百十五人、二十代が五十九人、三十代が七十九人などとなっています。 現在197人が入院していて病床使用率は36.1%重症の人はいません277人がホテルで療養していて使用率は45%です自宅療養者は3382人となっています